はい、菅井です。今日のテーマは動画集客でうまくいく人、いかない人、たった一つの単純な違いとはということでお送りしていきたいと思います。まあ、日頃ですね、いろいろな方からね、相談を受けてまして、まあ、企業家経営者の方とかね、動画マーケティングをどうやって、ね、使っていったら成果が生まれますかとかね、集客や、ね、売上アップを、ね、していくにはどうしたらいいでしょうとか、 まあいろんな、ね、相談を受けるわけなんですけれども、それでですね、まあ、個別の、ね、ケースでは、まあ、いろいろな、ね、ことがあります、そのテクニック面であるとか、マーケティングの、ね、集客の仕組みをどういうふうに作ったらいいかとか、まあ、いろいろあるんですけれども、ただですね、どんなに、ね、素晴らしいノウハウとか、テクニックとか、仕組みとか、システムとか、プラットフォームとかがあってもです、ね、なぜかね、なかなかうまくいかない人っていたりするんですよね。でまあ、それってどうしてかなというふうに思ったりするんですよ。 それで、逆にね、ものすごくね、うまくいく人もいるんですよね。何を使ってもうまくいくという人っていうのも、やっぱり同時にいるんですよね。全く同じノウハウを使っても、まあ、うまくいく人は、どん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 ね、売り上げが上がっていくし、同じね、ノウハウを使っても全然うまくいかない。何をやってもうまくいかないっていう人っていうのも同時にいたりするんで、これはね、何が違うんだろうっていうふうに、まあ、常々思って見ていたりとか、考えたりするんですけれども、 まあ今日はですね、その大事なね、ポイントの、えー、なかなかね、筆頭となるようなね、えー、ものをね、一つご紹介したいと思いますので、もしですね、今、自分はね、えー、何かね、打開していきたいけれども、何か、えー、とどまっているっていうふうに思うんだったらですね、今日のお話をぜひですね、最後までしっかり聞いていただけたらと思います。 まあ僕のね、YouTube チャンネルでは、集客や売上アップをね、どんどん実現していきたい経営者の方、企業家の方に、役立つ情報をどんどん配信していますので,で、まだね、チャンネル登録をしてないという方は、右下のね、赤いチャンネル登録ボタンの方を押して、今すぐね、登録をしておいていただけたらと思います。で、その赤いボタンのね、隣に、お知らせのベルマークっていうのがありますので、そちらもね、お忘れなくチェックしておいていただけたらと思います。 あとですね、僕のメルマガの方でも熱い情報、役に立つ情報、どんどん配信していますので、下の、ね、概要欄の方にメルマガ登録フォームへの URL がありますので、そちらの方からね、あなたのメールアドレスを登録しておいていただけたらと思います。でそうすると、集客や、ね、売り上げアップのね、もっとね、深い情報をどんどん配信していますので、えー、ぜひね、そちらもお役立ていただけたらと思います。で、今登録しますと、無料の動画講座の方もね、プレゼントしておりまして、こちらでね、非常にね、役立つお話、深い話してますので、えー、そちらもね、お役立ていただけたらと思って おりますそれではですね早速今日の本題に入っていきたいと思うんですけれどもこのねたった一つの単純な違いって何だろうっていうふうに思うでしょうかでそれって才能なのかな技術なのかなノウハウなのかなでもっとねいろんなことをね勉強している人はマインドなんじゃないかとかね、えー、いろいろ思うかもしれないんですけれども今日はですねこの一つのことについて、えー、お話をしたいと思いますそれはですねずばり、えー、結論からもう先に言ってしまいますけれどもこれですね、えー、この「フォーカス」っていうやつですね 人間はですね、同じような出来事とか、同じような状況っていうのになっていてもですね、その時にどこに目を向けるかっていうので、心理的な状態っていうのは全く変わってくるんですね。そして、その心理的な状況っていうだけだとですね、なんとなく現実とはね、違うもののように感じるかもしれないですけれども、まあ、これがですね、実を言うと、その後起こってくる結果っていうのに大きく影響するんですよね。で、例えばですね、 具体的に見ていきますと、まあ、うまくいかない人っていうのは、まあ、はっきり言って何が良くないかっていうといろいろ話を聞いていくとですね、まあ、どんなにね素晴らしいねノウハウとかテクニックとかそういうものがあったとしてもですねその時にですねまに、あ、過去のフィルターというものを通してそれを見ようとするんですね。ね、ま、ね、あ、その人が、ね、過去にここんなととをやって失敗したとか こういうことをやったけどもうまくいかなかったとか、努力しても報われなかったとか、まあ、そういうことばっかり考えていて、まあ、そのフィルターっていうものがね、こう、言ってみれば汚れたフィルターを通して、ものを見てるとしますよね、まあ、色眼鏡というかで。そうすると、な、まあ、何でもですね、今度もうまくいかないんじゃないかみたいな、えー、どんなに素晴らしいものを見ても、これをやっても、でもこういうことが。 前にあったから、今度もきっとうまくいかないだろうっていう風な想定をしてしまうんですよね。まあそういう予想を立てていくことが、まあなんで良くないかっていうと、まあ、そうやっていくとですね、何でもですね、そのいわばそのお呼び越しで物事に対処することになるじゃないですか。 例えば、火事がね、ものすごく起こっていて、まあ、その人が消防士として火消しをしなきゃいけないとしますよね。でも、その人、前に火傷したことがあって、火傷は怖いっていうふうに思っていたら、まあ、消火活動に身が入らないのって当たり前ですね。そうすると、より一層火が燃え盛ってしまって、火も消すことができないし、まあ、仕事もうまくいかないし、もっと言うと、怪我してしまうかもしれないっていう、なんか、そういうなんかマイナスの循環になってしまいますよね。 これってなんか、まあ極端な例かもしれないですけれども。 まあビジネスでね、えー、やっていく際にもですね、同じようなことが言えるんですよね。まあ、ほとんどの人は、なんか前にこういうことがあったから、自分はまあなんかこれやっていってもうまくいかないんじゃないかとか、大変なことになるんじゃないかとか、ばっかり思っているんで、まあ、だからこそ、結果を手にすることができないというか、まあ、うまくいく成果に向かっていけないんですよね、しっかり。なので、ここがものすごくうまくいく人とうまくいかない人のまあ大きな違いになっていると思います。 じゃあ、うまくいく人はどうかっていうと、まあ、どういうフォーカスを、ね、持っていくかって言いますと、まあ、うまくいくこれからの未来の行動にフォーカスしていきます。この未来の行動にフォーカスっていうのが、まあ、すごく大事でして、さっきの、ね、うまくいかない人っていうのは、過去の、ねえー、思考にフォーカスしてるんですよね。過去こうだったからっていう、まあ、現実とは違う、えー、頭の中の、まあ、過去の出来事とか記憶にとらわれてしまっていると。 いうことなんですね。だから現実を、まあ、そこからで、ね、歪めてものを見てしまうということがあります。まあ心理学で言ったらね、認知バイアスって言ったりしますけれども、まあそれが入ってしまうと、的確にね、その実際の出来事を捉えることができないんですね。で うまくいく人の場合は、それをかけねなく受け取ることができて、さらに未来の行動に対していい予測っていうのもしていくことができるっていうことですね。まあもちろんビジネスの世界っていうのは、まあ最低の状態もイメージしろとかって言いますけれども、それはですね、最低な状態を ただね、イメージして実現しろっていう話では全然ないんですよね、まあ、うまくいかせる行動をしていくっていうことを、えー、ちゃんと、ね、計画すると同時に、えー、うまくいかなかったら、それをちゃんとクリアする方法も考えておけっていう、そういう話なんで、そこを、ね、誤解してしまうと、えー、とんでもないことになってしまうんで、気をつけてほしいんですけれども、えー、なんといっても、まず最悪のこともイメージするけれども、まあ、うまくいくやり方を考えるために、まあ、ちゃんとそれも、えー、想定しろっていう、まあ、そういう意味ですからね。 なので、まず大事なことは、まあ、未来のうまくいく、これからの行動っていうものをちゃんと考えていくっていうことが、まあ、非常に大事っていうことです。で、まあ、簡単な言葉で言えばね、まあ、どうすればうまくいくのかっていう言葉を考えていって、そのうまくいくための方法をね、ちゃんと見つけていって、そして実際に行動に移していくということを、やっぱりうまくいく人っていうのはやっていると思います。 ということでね、今日のね、このフォーカスのお話、違いが分かりましたでしょうか。うまくいく人はこれからの行動にフォーカスしている、意識を向けているっていうことですよね。まあ、もしですね、あなたも今、ですね、何か実現していきたいことがあるんだけれども、なかなかね、それがうまくきそうかどうか分からないっていうときは、まあ、自分のね、フォーカスがどこにね、当たっているかっていうことをね、い、まあ、今一度チェックしてみていただけたらと思います。そうするとですね、まあ、そのフォーカスの当て方によって、 まあ随分違ってくるっていうことが、えー、なんとなく分かってくると思うんですね。まあ、実際にこれをやっていくかやっていかないかっていうことで、本当にですね、大きな成果が出るか、それともうまくいかないままで同じことを繰り返すかっていうことが、まあ、全く変わってきてしまいますので、えー、ぜひですね、これを取り組んでみていただけたらと思います。はい、それではですね、今日はこの辺までにしたいと思います。今日も動画を見ていただきまして、ありがとうございました。 菅井工事の YouTube チャンネル、まだ登録してないという方は右下の赤いチャンネル登録ボタンの方を押して、今すぐ登録しておいていただけたらと思います。その隣のお知らせのベルマークの方もね、ぜひチェックしておいていただけたらと思います。あとですね、僕のメルマガの方で追情報、役に立つ情報をどんどん配信しておりますので、下の、ね、概要欄の方にメルマガ登録フォームへの URL がありますので、そちらの方からね、あなたのメールアドレスを登録しておいていただけたらと思います。 今ですね、登録しますと無料の動画講座の方もプレゼントしておりまして、そちらでですね、動画マーケティングで集客や売り上げアップをしていくための大きなね、秘密についてお話ししていますので、ぜひですね、そちらもお役立ていただけたらと思います。あとですね、LINE 公式の方でも気軽な感じの情報配信をどんどんしていますので、下の概要欄の方に LINE 公式への URL がありますので、そちらの方からね、登録をしておいていただけたらと思います。それではですね、今日もご清聴いただきましてありがとうございました。